ここでですね、もう必要最低限のところを、まあ、一旦おさらいしていきたいと思います。まず、まあ、無気配、もうこれね、まあ、アデレクターシスというふうにこう言いますけれども、まあ、肺胞がですね、まあ、虚脱していると、まあ、簡単に言うと、まあ、潰れているという言い方でもいいのかもしれません。結果的には酸素を十分に取り込むことができなくなりますので、低酸素血症の原因になりますよね。まあ、無気配の原因としましては、痰や、まあ、痰が貯留していたり、まあ、腫瘍があったりと、原因の除去が治療になってきますので、まあ、痰が詰まっている場合には、まあ、痰を取りましょうと。場合によってはね、気管支鏡を使って、痰を取るということをしていることもあると思いますし、まあ、場合によっては、まあ、相関をして痰を取りやすくするということもあるかもしれませんし、まあ、あとはね、気管切開をするということもあるかもしれません。気管の、まあ、どこかにこうがんがあって、そのがんが原因で、呼吸が苦しいという場合には、まあ、気管にステントを入れてね、それで、まあ、空気の通り道を作ってあげると、まあ、そのように無気配を改善するという方法もあります。画像を見ていきたいと思います。まあ、今回のね、まあ、画像に関しては、まあ、詳しくお話をしていきませんが、どうでしょうかね、どこに異常があるのかということをですね、この13ページのスライドをですね、こう目を皿のように実行してですね、ちょっとどこの部分に異常があるのかっていうことを見ていただければと思います。ちょっと一回ね、止めて、この、まあ、スライドをこう見てですね、でここまでですね、時間に余裕のある方は、あの画像の本とかと見比べてですね、あ、ここの部分に異常があるんじゃないかというふうに考えながら、ね、勉強していただいても結構ですので、一旦止めてゆっくりと見てみましょう。さあ、どうでしょうかね。今回は、まあ、無気配というふうにこう書いてありますけれども、まあ、胸の単純の写真と、まあ、CT の写真がこうありますよね。CT を見るということは、まあ、答え合わせにこうなってくるわけなんですが、まあ、簡単にこうお話をしていきます と、こちら側が、まあ、患者さんの右の肺ですよね。こちら側がまあ右、ちょっとね、あのテキストに、まあ、こっち側にこう右ってこう書いてくださいね。こちら側が患者さんの右、そして、こちら側がまあ左ということになります。で、ここにあるのがまあ心臓ですよね。これがまあ心臓ですね。そしてこれなんでしょうかね、これね、これは単純写真で見るところのこれです。これとこれが同じです。これ肝臓ですよね。ですから、肝臓ですので、肺があって、真ん中に肝臓がちょっと見えて、まあ、肝臓というかね、まあまあ、実際は横隔膜といった方が正しいとは思いますが、まあ、横隔膜とかね、まあ、肝臓がこの辺りから出てきますよということですね。で、心臓がちょっと大きいですよね。まあ、心胸郭比っていうものを見ていきますと、まあ、おそらく心胸郭比はね、まあ、60% を超えてると思いますので、まあ、何らかの理由があって、まあ、心拡大をしているんですが、まあ、細かいところはね、まあ、他にもいろいろあるかもしれませんが、まあ、無気配というところに、まあ、視点を、戻そうと思いますが、どこが無気配かというと、まあ、結論から言うと、まあ、ここが無気配です。これはですね、まあ、肺がね、まあ、肺胞がこう潰れてしまって小さくなっているという状況なんですが、ここがまあ無気配 でこれって写真で見ると、まあ、どうなっているんですかというと、単純に写真でこう見ていきますと、まあ、本来はここに横隔膜の、まあ、こう境界線がこう出てくるはずなんですね。まあ、ここに横隔膜の境界線とか、この患者さんね、例えばバックボードにコルセットかな、コルセットをしている状態で、まあ、人工物がこう映っていますけれども、まあ、この辺にですね、こう境界線あるいは、まあ、下降大静脈の境界線が本来はね、ここにこう見えてくるはずなんですが、こういうのが見えてこないと。で、今回は、まあ、写真に関しては詳しくお話をしませんが、まあ、こういうものはね、シルエットサイン陽性というふうに言います。YouTube で、出直し看護塾、まあ、YouTube 出直し看護塾でシルエットサインというふうに入れていただけますと、シルエットサインの解説の、ね、動画が出てくるかと思いますので、まだ見ていないという方はね、ぜひ、まあ、見てみてください。というわけで、この患者さんは、
CT を見るとここに無機肺があるということが分かりますし、胸部単純の写真でも、まあ、ここに無機肺があるということが分かると、まあ、心臓の裏側に無機肺があるということが、まあ、分かりますよということですね。で、いや難しいというふうに思うかもしれませんが大丈夫です。今回の目的は写真を読むことではありません。皆さんがこれこれこういう所見があるので無機肺があるんじゃないかというふうに医師に報告することができれば、まあ、先生たちは確かにその所見が揃っている場合には無機肺かもしれないなっていうふうに思ったら写真を撮るわけですよ。で、写真を撮ればですね、見る人が見れば、あ、これ無機肺だって分かりますよということなんですね。あ、無機肺って写真で分かるんですかということをまずは僕らは理解しておけばそれで十分ということになります。続いて、こちらの写真をこう見ていきたいと思いますが、まあ、これがですね、先ほどの話の答え合わせなんですね。最初にこちらはね、見てしまった方もいるかもしれませんが、まあ、正常はやっぱりこう心臓って小さくて、でここのところにですね、まあ、こう境界線がこうありますよね。で、まあ、ちょっとね画像だと少し分かりにくいかもしれませんが、こちらもですねテキストの13ページをねこうよく見ていただきますと、どうですかね、まあ、なかなかねちょっとまあ分かりにくいんですけれども、まあ、本来は、まあ、ここのところにですね、まあ下行大動脈の境界線が見えていると。でここにも横隔膜と心臓のこう境界線が見えていると、まあ、これが正常なんですが、この患者さん見えてませんよね。見えていないので、まあ、境界線が不明瞭ですから、まあ、シルエットサインが陽性ということになります。CT もね、まあ、同じで、まあ、これもねこう肝臓と横隔膜が見えていますので、まあ、ちょっとねあの別な患者さんですから全く同じ高さではないんですが、まあ、心臓も小さいですし、まあ、実際はね、もっとこう大きいですけども、まあ、心線部のあたりですよね。そして、まあ、このあたりはですね、こうしっかりとこう肺は広がっているんですが、まあ、そう言われると、あ、確かにここ白くなっているしね、まあ、肺は潰れているのかなというふうに考えることができるかと思います。やはりポイントは、こういった写真をですね、たくさん見るということが重要なんですね。教科書を、まあ、ペラペラと読んだだけでですね、まあ、画像が読めるようになるはずありませんよね。まあ、普段僕はですね、研修医の先生たちと一緒に仕事をしていますけれども、やはり彼らもですね、非常に苦労して勉強しています。まあ、ですからね、彼らが、まあ、あれだけ苦労して勉強していて、でそれをですね、まあ、はためてみて僕らがですね、パパッと本を少し読んでですね、まあ、写真が読めるかといったらですね、まあ、そんなに甘くはありません。ですのでやっぱりですね、もう考えながら読むということが重要なんですね。まあ、今回一貫してお話をしていますけれども、動画が進んでいくとですね、まあ、すぐにこう答えが出てくるわけです。ですが一旦そこで止めてですね、自分で考えるということがまあ重要で、これ病院の仕事でも一緒なんですね。先生これってどうなんですかっていうふうにすぐに答えを聞いてしまう、これは仕事をしていく上ではいいと思います。しかし勉強するってことを考えた場合にはすぐに答えを聞くのではなくて、自分でもうこれ以上考えることができないくらいまで考え抜いて、それで、まあ、答え合わせをすると。で答え合わせをして間違えることが、まあ、むしろ重要かと思いますが、あ、違うんだというふうに、なんでというふうにこう思うと、そうすると本気で考えて間違えたっていうことはやはり答えを聞いた場合にはーってなりますよね。ですから、このやっぱり納得っていうことが、まあ、重要かと思いますので、多くのバリエーションがありますからね、ぜひこれからも、まあ、写真を見て、特にね、医師のカルテに無機肺というふうに書いてあった場合にはどれどれどんな写真かなというふうにね、興味を持っていただければと思います。というわけで、無機肺の患者さんというのは、まあ、結果的には、まあ、SpO2 がまあ低下しますよね。そして、胸郭の強状が悪くなります。まあ、これは無機肺を起こす場所によっても変わってくるんですけれども、肺胞に十分に空気が入ってこないくなるのでですね、まあ、当然胸郭の上がりも悪くなりますよね。ですから、まあ、胸郭の強状不良は、まあ、出てきてもおかしくないよねと。当然呼吸音の減弱も出てくるかもしれませんが、まあ、これも結構難しいんですが、意外にですね音が聞こえてしまう場合があるんですね。また後からお話をしますけれども、例えば無気配だけではなくて同時に胸水があったりします。で胸水があったりすると、水って音を通しますよね。
ですから、まあ、意外にね、音がこうよく聞こえるなって思ってしまうことがありますので、大事なことは何か一つの情報で判断しないということです。まあ、例えばサテューションが低下しているから肺炎というふうに判断しませんよね。サテーションが低下していて熱が出ていて呼吸回数が速くて肺の音が、まあ、水泡が聞こえるから肺炎を疑うというのは、まあ、間違いではないと思いますが、胸郭の挙上が悪いから無気配というふうに思い込むのではなくてですね、これ気胸の可能性があるわけです。まあ、他にもいろいろあります。まあ、ですから胸郭の挙上が悪いからといって無気配というふうに決めつけるのも良くないし、呼吸音の減弱があるからといって無気配というふうに決めつけるのも良くない。ですからいくつかの所見を組み合わせて、これと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 これがこうだからこの患者さんは無気配っぽいんですよねっていう話をして、じゃあ写真を撮ってみるかといって写真を撮ってみたらですね、まあ先ほどの患者さんのようにですね、左の横隔膜のところや下行大動脈のところの境界線が不明瞭になっていてシルエットサイン陽性という状況であれば、あ、これは無気配の可能性高いよねという話になってくるかと思います。続いて肺炎の話をしていきたいと思います。